こんにちは。清高さん、はい、どうしても FA でこう手を挙げた選手、大山選手、甲斐選手、石川修太投手に、注目が今行きがちなんですけれども、この選手を皆さん忘れていませんかということで、中日の福谷選手も手を挙げたんですよね。忘れてないよ。忘れなかったですか？だって新聞にいつも書いてある下の方に下の方に。そうそうそう。いや、だから中日は高橋周平選手が手を挙げるか挙げないかということが注目されていた中で、高橋選手は残って福谷選手が手を挙げる形となりましたね。でしかも年俸が2000万円の C ランクということで、やっぱりその取りやすいよな。取りやすいです。自由競争だよね。はい、ということで、さあ福谷選手どこが取りに獲得調査行くんだろうということが今回の動画です。豊さん、まあでも、福谷のね、経歴を見ると、抑えの経験もあるし、先発の経験もあるし、中継ぎの経験もある、そこそこそういうポイントポイントで、ちゃんとした成績は残してきてるんだよね。で、先発に回ってどうかっていうとさ、やっぱりちゃんとしっかりゲームを作って勝ってきたりだとか、今年終盤、そうでしたからね。まあまあ、そういう、まあ、ポテンシャルがそんなに高いかって言ったら、そんな高くはない、でも平均的な力は出してくれる。安定した力というか、福谷が持ってる安定した力っていうかね、だから飛び抜けてバーンといくっていうことはないけども、飛び抜けて僕全然ダメだということはない。あ、それはないんですね。ない。だから重宝されると思う、いたとしたら。そうなんですね。でやっぱりこの記事を見ていても、石川修太投手がもし獲得できなかった場合に、一斉にそういった球団が福谷選手を取りに行くんじゃないかと。はい、決めてくれよな、石川な。そうやって思ってるわな。福谷選手はそう思ってると思います。まあまあ、それは確かにね、ボールの力とか、持ってる球種とか、そういうことを考えると石川の方がね、まあ欲しい選手なのかなと思うけども、やっぱりいろんな経験値を考えると、福谷だって、俺はいい選手だと思う。悪くはない。そうですね。ただ、じゃあ10勝は絶対するかというと、それはちょっと厳しいかもわからないけど、まあだけどそこそこのゲームはちゃんと作ってくれるし、まあそんなに故障もないような選手だからね。そうですね。チャンスさえもらえればなんとかなるような、まあそんな感じはするけどね。とにかくどこでもできるっていうのがいいですよね。先発でも中継ぎでもっていう。まあ抑えっていうもうことにはならないと思うけども、でも先発でも中継ぎでもっていう、まあ両方できるし、シーズン中両方やらしてもいいしね。そうですよね。いやだからそういう意味では本当に器用なピッチャーだと思うよ。はい、でその中でまず名前がやっぱりどうしても上がってくるのが巨人で、巨人はもしかして石川修太投手とダブ取りもいくんじゃないだろうかなんていう話も出てまして、これは現実味としてはどうなんですか？まあどうやらな、無理して取ったとしても、使えないんだったら、まあでもこれは福谷が判断することだけども、取ってもらったところで居場所あるかっていうふうに考えたときに、そこまではないと思うよ。これ例えば巨人が石川修太投手を取れましたとなったら、もちろん取ったらもう他行くよね。まあ巨人はもう手出さないと。中継ぎとしてもいらないと思う。そうか、行かないか。だって似たようなね、赤星がいたりだとかさ、まあそういうことでしょ。そしたら若手使った方がいいじゃない。っていうことを考えると、まあヤクルトかなってなっちゃうよね。まあヤクルトもやっぱり名前上がってます。ヤクルトなんですけれども。だからあそこは、まあその抑えを流動的にするっていうふうになってくると、福谷なんかもう経験者だしさ、まあ抑えでこう苦しんだ経験もあるし、まあ抑えた経験もあるし、だからそこら辺では経験豊富だからね。だからまあそこを経験してるしてないっていうのはすごい大きなことだから、福谷なんか使える可能性は強いよね。そうですね。しかもヤクルト、石川投手の多分獲得調査には乗り出してると思うんですけれども、取れる可能性っていうのはちょっと石川を、少ないんじゃないの？あ、少ない。やっぱりどちらかというと巨人とか、まあそういったところに行きたいんじゃないのかなと思う。なかなかマネーゲームになってくると、あとはやっぱこう球場だとか環境だとか、そういうことを考えると、やっぱドームであったりだとか。まあそういう方がいいのかなっていうふうには思う。ってなるとやっぱりヤクルトはもういち早く、もしかしたらもう今ね、交渉とか何かあるのかもしれないですけど、先発にしてもヤフーレ投手だったりサイスニード投手もいなくなったので、とにかく本当にピッチャーが穴が開いてしまったので。いやだから加治屋を楽天が支配下でね取ったように、福谷も可能性あると思う。そうですよね。もう取られる前にいの一番で行ってもどうなんですか。まあそうだね、うん、まあでもそれは交渉だから。そうですね、また行ったからってすぐ取れるわけじゃないから。そうですよね、他球団も行くでしょうし、だから2人にもすごくこう幅広くチャンスは出てきてるのかなっていう、うん、うん、まあ思うけどね、はい。あとはオリックス・バファローズの名前も上がっているんですけれども、オリックスもどうなんですか、福谷選手投手って。オリックスはやっぱウエスタンとかで福谷の状態を見てるだろうからね、まあ使えるという判断をして、その C ランク2000万、まあ推定でね、それを考えると取っててもいいなっていうふうに思うかもわかんないよね。そうですね、まあ中継ぎが故障者が多いんで、だからまあそこら辺で補充しておこうかっていうようなことにはいい選手かもわかんないですね。で中継ぎの小田島投手がどうやら来シーズン先発変更ってなると、やっぱり欲しい中継ぎが、まあそうだね、うん、だからまああそこら辺はもう平野を優遇したりとかするように、はい、やっぱ経験を買うところもあるよね、はい、オリックスはね、うんうん、だから経験という意味では福谷はいい経験してると思うから、うん、だからまあそこら辺で可能性はあるかな、うんうん、他の球団ではどうですかね、動いてきそうなところっていうのはどうだろう。パ・リーグ向きとかセ・リーグ向きとかってあるんですか。それはあんまり感じないけどね、まあ慶応が多いソフトバンクなんかは可能性がな、慶応のなんかラインがあるのかなみたいな。そうですね、慶応多いよね。慶応多いです、ソフトバンク多いですね。いやだからそういうラインを大切にするかもねっていうことは考えられるけど、仮にだから石川投手がソフトバンクじゃなくなったとき、いなくなったときに、じゃあ福谷投手、先発もできる、中継ぎもいけるで、ソフトバンクが行く可能性っていうのは、ゼロでは、うん、いや、ゼロではないと思う。だから先発はないと思うけど、はい、やっぱ中だったらあるかなっていう感じですよね。だからまあ FA ってさ、やっぱいろんな話あるじゃない、うん、だから福谷が、いや、僕、先発でやりたいんですよって。いやうちではっていうようなことになる可能性もあるしな。まあそこら辺は FA の自由さだよね。まあそうですね。そう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 。だから2人がどう考えてどういう交渉をするかにかかってると思うんです。あ、例えばそのソフトバンクだとやっぱりこの日本シリーズでどうしてもその中継ぎ陣がその若い選手が多くて打たれるっていう経験が不足でっていう、そういうところで例えばもう来シーズン日本シリーズとか出たらもう強固なものにっていうことで経験値のある選手を補強みたいなことはどうなんですかね。まあ可能性はあるけどな、まあ同じようなタイプしかいなかったからね、ソフトバンクは。言ってみればパワー系で落ちる系、もうこの2点だからさ。だから、まあ、福谷なんかはやっぱりちょっと味あるしね、はい、まあツーシームとか胸元突っ込んでいくこともできるし、はい、だからそういう意味では、まあ、福谷取ってても面白いかなというふうには思うけどもね、まあこれはやっぱりこう言ってるように再三に石川の動向が決まらないうちはやっぱちょっと決まらないかなっていうような。そうか、まあ先に行ってくれたら、はい、決まるよ多分。ああ先に石川投手、いや違う違う、福谷のところに積極的に先に行った球団に決めそうな感じもするけどね、福谷は、ね、ヤクルトいやいや可能性だってあるよ、それはもちろん。そうですよね、うん、あとロッテ、豊さんどうなんですか。どうなんやろね。ロッテはね、どちらかというとパワー系が欲しいんだよね。例えば沢村投手とか増田投手っていうのがちょっと打たれることもあったりとかっていうところでのロッテのピッチャーって結構速いピッチャーが、まあ、結構好きなんだよね、はい、で東條を切ってるんだよ。ああそうか。じゃあ東條と福谷に比べた時にどうなんだっていう、まあ違ったタイプになる可能性はあるけどね。あとはあそこのマリンの風がどうなんですかね、福谷投手に。いやいや、風はピッチャーにとってプラスにするように、多分ホームがマリンだったらそうするよね、ピッチャー陣。ああ、合わせてくる。それは、まあ、いや、このホームでは投げたくないんだ言えないから、やっぱここが仕事場だからさ。そうですよね。だからまあ、投げていく、また風を味方につけていくっていうことはあるけども、そうだな、楽天とか。ああ、楽天もそうか。楽天とか巨人でいうのヤクルトとか、まあそういうところだったらなんかチャンスありそうな気がするな。そうですよね、まあ福谷もそっちの方が、仕事が多く増えるよ。今より全然、いやだからやっぱ FA っていうのは仕事を増やしたりとか、まあしたいだろうしな、だからその方がいいのかなっていうような気はするけどね。じゃあ中日に残るっていう可能性は福谷投手は、いやまあなくはないよ、なくはないけども、声をかけられたらまあ積極的に動くかなという感じがするよね。だから中日であまりこうチャンスはもらえなかったから、まああそこはいいピッチャーもいるしね、だからそれを考えると福谷は動きそうな気はするけど、そんな気はしますよね。まあ接触があったらね。いやなんだかんだ言って本当今年 FA で手を挙げる動く選手なんか多くなりそうですね。でもね、終わったとしたら誰も動いてなかったとかさ。全部残ってた。いやもう残ってた。これ一人しか動いてなかったとか。可能性はなくはないな。結局はもうそのままだったみたいなことにも、まあそれもゼロじゃない。まあなりかれないよね。まあどちらにせよそうか、ね、誰か町の選手誰かが決まってからじゃないと球場が分からないっていう、そうだね、駆け引きがあるからな。そうですよね。そうなってくるとちょっとまあ12月の半ばから後半ぐらいに、もしかすると福谷投手どこどこへ移るとか、可能性はあるね、っていうふうになるのかもしれないですね。はい。